どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回の動画はですね、ウクレレ中級リズム練習動画第2弾ということになっております。このプログラムはですね、ウクレレ触ったこともない方が、ウクレレどんどん弾けるようになるというプログラムがありまして、その初級が終わった後の中級の続編になっておりまして、最初からやりたいという方、ここから見直してきてください。この最初から見てここにまた戻ってきてくださいね。今回のテーマはですね、8ビートのチャというリズムを、マスターしましょう。8ビートのチャ、なんじゃそりゃという感じですけど、こんなリズムです。聞いてみてください。1,2,3,4 チャ、これがチャですよ。チャチャ、ガズレレ動画ではよく出てくるこのリズムです。これかっこいいんですよ。はい、このチャはですね、こう打楽器の要素が加わったと。ちなみにチャを抜くとこうですよ。これ普通の8ビートというリズム、皆さん今ここまではできるようになってると思うんですけどね、チャが入るとだいぶかっこよくなります。どうですか、こうクックッというこうドライブ感が出るというか、またねさらにこう1ランクアップするこのチャを深めていきましょう。まずですね、ガズがよく思っていることを最初に言おうと思うんですけど、このチャってどんなイメージで、考えているかというとですね、ドラムです。ドラム、ドラムやったことない方がほとんどだと思うんですけど、ドラムってこうドンタとツッとターンってやるんですけど、あのターンっていう音あるじゃないですか、スネアドラムって言うんですけど、あのスネアドラムがこのチャだと私はそういう風に考えてるんですよ。そうするとドンタとツッとパーン、ドンバとツッとパーンって。だからですね、つまりウクレレのリズムでドラムを再現しているというロマン、こういうのがテンション上がります。やると、なんか例えばロックナンバーやるときにすごくこう気分が乗るというかですね、私もともとロック畑出身でございます。そういうイメージでやるとまたちょっとね面白い、じゃんじゃじゃんじゃじゃんっていうよりドンタドンとタの方がやっぱりこうイメージが変わるというかね、やっぱそういうあののも大事だと思いますよ。ドラムを右手でこう生み出している、そういうロマンでやろうと思います。それでは、どんどん解説していきます。まずはですね、そのチャの音をどうやって出すかっていうところ行こうと思うんですけど、まあ、いろんなね、やり方あると思うんですけど、一応ガズレレスタイルで、本当に何が何だか分かんない方向けに、最初に私がよくお勧めしてるのはこのやり方でございまして、まずこう、グーを握ってみてください。グーをね、広げるでしょ。グーをパーにする。グーをパーに。下向けてやるとこう、なんというか、線香花火がパーってこう開くみたいな。このイメージちょっと持っといてくださいね。はい。丸けといて、パーってするよ。はい。OK。そしたらですね、ここ。一番上の弦、4弦でしたよね。自分に近い弦、4弦。それの、この辺の位置に、こう爪をですね、こんな感じでね、見て。自分の手と比べてください。この4弦の上のところに、こう、爪をこう、当てる。つまり、こことこの3つぐらいの指の爪を、弦を、4弦をここに当てるっていうイメージですね。こうですよ。こう、4弦の上の方にね、ここら辺、こういうこと。わかった?はい。いいですか?これ上げといて、まあ、こっちは左手はいいや。このまま押さえていって。いきますよ。わかる?これ開いて、ぐっと、ここら辺で、こう、音を止めるんですよね。これ力全然いりませんから。はい。これが、チャの基本と覚えておくと、結構わかりやすいかもしれない。他の説明いろいろしてたんですけど、これが結構ね、効果的だということが最近、研究の結果、わかってきました。ただ手を開く。要は、こういうふうにイメージ持っているじゃないですか。それを一回忘れてもらって、その固定概念を外してもらってです。こうです。あ、なるほど。これがチャの一応基本になる音かということを分かっていただくのが早いかなと思います。こう指を、力はいらないですけど、丸めといて、パシャッとこう、はい。ここで、このあたりで、弦をこう、バシッとこう、潰していくわけですね。こうやって、パタン、パタンってこう。はい。このパターンが一個この分かると、なんとなく、あ、これがチャの言う音の雰囲気なんだなっていうのが分かってもらえるといいと思うんですね。だけど、ちょっとじゃあ、それができたということで、どんどん進みますよ。その、見てください。なんか、おかしいですよ。なんか弾き方、おかしい。なんだけれども、この感覚を持って、ちょっとこう緩める感じですね。はい。こうまでしなくても、なんとなく、あ、こういうことか。こういうイメージ。こういうイメージなのかな。はい。ちょっとこう角度をこう変えていく感じ、柔らかく、手首柔らかくが最初に言いましたけど、ダンダタンダタン、はい、こんな感じです。はい、
まずこのイメージ。まずはこの垂直にこう下ろす感じなんだけど、その後なんか分かってきたら、ちょっとこう、ストロークの中でこうパッてこう開いてみる。で、その時に、さっきも言ったけど、線香花火がパッと開くじゃないですか。そんなイメージを持ってると、8ビートのチャイやるときに、ここでこうパッと指を開くと、自然にこうパッ、カチャッ、チャッって言うっていうのが、かっこいいんじゃないかなと。そして、こう、パッと下げて、こう、潰したはいいけど、じゃあこの戻ってくるときどうしよう。こういう風になってるわけですよね、この手が。はい。バシッとやったら、このまんま、くるっと戻す感じ。で、倒して、くるっと丸める。こうやって倒したら、くるっと戻す。そうすると、ほら、こういうイメージになるじゃないですか。こういうイメージ。そうすると、ぐさっとなるのがやっぱダメなわけですから、こう、シャッとやったらそのまま上に戻すイメージですよ。そうすると、全体の中になじませると、チャットン、チャットン、チャッとやったらそのまま戻す。こうやってやって止めたら、くるっと丸けて、このぐるっ、パッとやったらくるっとこう、くるっと、はい。アップが結構やっぱ大事ですからね、これね。パッタットン、チャットン、チャッ。だからこういうイメージでちょっと練習しといて、ちょっとここに落とし込んで、くる。潰したらそのまま戻してくる。はい。このアップも結構大事ですから、はい。ここポイントですよ。あ、ちなみにですね、ちょっと今までのレッスン動画でも言い忘れてましたけど、自分の弾いてるところを鏡で見るとか、動画に撮って後で見てみるとかやると、自分がどんだけ不格好な格好してるとか、要はね、ちゃんとできてると、変な話、ちょっとかっこいいんですよ。それ、もう、ああ、俺かっこいいな、みたいな感じで、もう、そうやって調子に乗るのがいいと思います。自分の弾いてる姿を見るのが、すごく有効ですから、今からでもやってください。はい。そしてこう見てみると、パッとこう、指がね、広がってると、お、なんか、すげえ弾ける人みたいだな、俺、というふうな感じで、楽しんでやっていただければいいと思います。あとはじゃあ、フレーズの解説に入っていきます。フレーズはですね、基本のやつとちょっと変わるんですよ。ちょっとこれを見てもらいたいんですけど、まずこれ見て、今までやってたやつ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。じゃんじゃじゃんじゃじゃんでしたね。これおさらいですよ。これわかるよね。これわかる人がこの動画見てくださいよ。8ビート基本のやつ。はい。じゃあ8ビートのチャ。こっから解説します。よいしょよいしょ。ちょっとずらしますね。これが8ビートのチャ。このピンク色のところでチャが入りますよ。はい。チャが。ちょっとやってみましょう。どん、ちゃ、どん、ど、ちゃ。あら、ここ黒くなってんじゃん。さっきまで、さっきの普通の8ビートってこの空振りで音出てなかったはずなんだけど、ちゃが入るとここはね、低い方がいいんですよ。はい。ちょっともう一回やってみる。じゃん、ちゃ、じゃん、だ、ちゃ、た。最後、ここ、はい。じゃん、た、じゃん、だ、ちゃ、た。はい。あ、このちなみに、どんた、どんどたんっていうのは、これドラムのフレーズを口で言うとこうなりますということで、どんだ、どんどたんなんだけど、まあこれはちょっとひとまず置いといてね。最後一個弾く。これをちょっとね、解説したいと思います。普通の、基本の8ビート。だ、だんだ、だんだ、だーんって最後、だーんって伸びてるじゃないですか。これを、チャでやるとこうなっちゃう。なんかここのところすごいリズムがグーってストップかかったように感じません？だから止まってるように感じちゃうから、最後の一回アップも弾く、これがいいと思います。ね、これだと次に流れていくでしょ。それが、今やった最後のここですね。じゃんちゃちゃんだちゃったダンちゃったんだちゃった、はい、次に流れていく感じ。こっちはね、通常の8ビートここ音伸びてるから。つながりがいいんですけど、ここはね、チャってここで止めちゃうじゃん。さっきこれパッてやって音止めちゃってるから、音伸びてないからね。ダンチャッタンタチャッタンタってストップかかっちゃう。そういうことでこのアップでこれを弾いてますね。ジャンチャッジャンダチャッカ。はい。こんな風です。はい。これが3になります。最後の1個がポイント。このピンク色のところに、チャが入るということでございます。はい。じゃあちょっとテロップ、映しながら、ゆっくりやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ないですよ。これで指が痛くなる人はね、変な力が入ってたり、場所が悪いと思うんですね。チャッチャンチャチャッチャチャンチャッチャンチャチャッチャッチャ、はい、ここが痛いっていう人たまにいるんですけど、その人はね、ここの上に当たりすぎです。ここにはね、手当たらないですから、ね、ここに当たらず、ここら辺を狙うわけですから、こうさっきも言ったけど、こうですかね。
ここに当たると痛い。ここは痛いですよ、こう。ね。で、さっき、いつも言うんですけども、肘で引いてる人はですね、結構ここに当たる可能性があるんですよ。だから手首を使ってください。手首を使ったら、こう、ここには当たりようがないんですよ。こういう風に、こう描くからね。手首っていうか、この、肘で引いてる人は、こういう風にストロークするときに、ここによく当たるんですよ、こういうところに。こことかここに手当たったら指、痛いですからね、ほら、こうなってない？指こういうところに当たってると血が出たりね、痛いんでね。こういうイメージですよ、ほうきで吐くようにね。はい。手首を使って。こういう動きだと当たらないんですよ、絶対に。こういう動きになった時に当たりますから、ね。肘から動いてないか。指が痛い人は肘が動いてないか、鏡で確認。なら手首を。こんな感じです。じゃあ、ゆっくりちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー。ほい。ちょっとこれ早いかな。もうちょっともうかなりゆっくりいこう。せーの。ダチャッタッタン、チャッタンタ、チャッタッタン、チャッタンタ、チャッタッタン、チャッタン。一二三四四か。一二三四一二の時と四の時チャです。一二三四一二三四三、チャ、一、二、三、四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 、はい。チャ、ね。指大丈夫？痛くない？変な力入ってない？はい。パッと開く、ここに置いといて、さっとこう叩く。こんな感じ、叩くというか、潰す？潰す。怖い。これが基本に置いとくと、痛くはないと思いますのでね。いや、体緩めてやってください。で、肩の力とかね、こう、なんていうの、こう、伸ばしたりしながらやってくださいね。もう大体初心者の方がガーッとこうフォーカスしちゃって、体がもうギュウギュウ詰めに、こんなね、もう筋肉にも肩こりとかなっちゃいますから、もう体をね、緩めて、だってウクレレだものをやっぱり緩めてやりたいじゃないですか。はい。そういうところも注意してください。休憩も入れてくださいよ、休憩もね。はい。はい、じゃあちょっと休憩をしましたか？はい。ちょっとね、次はね、脳トレ要素を強めて、さらに深掘りします。ちょっとね、膝叩くのやってみる。いいですか？じゃんちゃ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 んちゃちゃ、難しいですよ。この3拍目に膝が、さっきのやつで言うとさ、ちょっとさ、こう見てみて、じゃんちゃちゃんちゃちゃっとでしょ。ここが膝ですからね。これ相当脳トレ。ここが膝。これやってみてください。じゃんちゃちゃちゃっとちゃ、ここ膝、これがね、すごくこの肝なんですよ。やっぱリズムってこの3拍目がね、すごく大事になりますから。3拍目で膝を入れる。いいですか？ 8 ビートの時を思い出してください。膝をやって、この3拍目の体に覚え込ませたやつ。あれをチャでもやります。ワン、ツー、スリー、フォー。面白いでしょ？ドン、チャッと、パッと、チャッパ、ドン、チャッと。これがリズム。2、3、4、1、2、3、4。とにかく2でチャでしょ？ 3 で膝でしょ？ 4 でもチャ。一だけ何もじゃない。一、二、三、四、一、二、三、四、一、二、三、四、一、二、三。これ脳トレになります。ゆっくりでいいからね。一、二、三、四、一、二、三、四、一、二、三、四、一、二、三、四。こんな感じでちょっとこれやってみるとリズムが安定してきますんで。はい。じゃあ次のステップ。ちょっとこの、8ビートの中級の第1回目でやった、このコード進行で、リズムやってみると思います。今度シンコペーションが入った8ビートのチャですよ。いいですか？まずは後半部分だけ入ってるやついきます。じゃあやってみましょう。ワン、ツー、スリー、ゴー。入るだけでまた難しいでしょ。で、シンコペーション入った時に膝とか叩くと、
すごくリズムが安定すると思いますので、試してください。ちなみにこの膝叩くのはね、上手になってリズムが分かってきたら叩かなくてもいいよ。最初、初心者の人、ここにリズムがあるんだっていうことを認識するために叩いてるわけですからね。初心者の人は絶対に、ここ3拍目、意識して叩いた方が、もうかなり上達は早いんでやってください。もう一回行こう。ワン、ツー、スリー、フォー、ラン。相当脳トレだと思いますけどね。はい。なんとなくこう分かってきた。リズムってこういう風になってるんですよ。だから 3拍目。本来は聞こえてない3拍目をこう感じることで、なんとなくこのリズムの波にうまくこう波乗りできるみたいな、そういうイメージがいいと思います。ちょっと今日駆け足でしたけど、まず今日出てきたあの楽譜とか自分で書き出して、ゆっくりでいいんで、ほんと。まずゆっくりじゃないとできないと思う。一個注意点なんですけど、ウクレレの練習してるとやっぱりできないことができるようになるっていう時は、やっぱりね、ちょっとしんどくなる時があると思うんですよね。もう私できないわ、才能ないのかなとか思うかもしれませんけど、何でもそうですけど、新しいことやるときはね、やっぱそういうことがあります。だけれどもね、大丈夫です。できますから。で、できると、今はできないけどこれはできるんですよ。そしてちょっとなんとなくつかめたら、あ、これもできたなと、できてるつもりになる、こういうのが大事なんですよね。できてないところをあら探しして、私はダメだダメだと言っても、まあそれはまあ時間の無駄ですんで、ちょっとなんか、あ、なるほど、うんうん、分かった分かった、できたできたとかいうふうに、それ楽しんで、調子に乗ってできてるつもりで、どん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 前に進んでいく方が逆に上達早いと思うんで、あんまりね、こうガクッと なんないでくださいね。やっぱり楽しむためにやってるわけですからね。そういう時はですね、初心者レッスンの1から始めて4つ引きで歌う、楽しさを思い出してくださいよ。もう今その上の、遥か上にいるわけですから。やっぱりね、だん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 こう、登っていく、この途中ということでね、楽しんでいきましょう。8ビートルじゃ。で、ちなみにいつも言ってますけど、歌を歌うんですからね、ここ忘れないでくださいよ。じゃあちょっと1曲、さっとセッションしてみましょう。まず踊るポンポコリンがやっぱりいいと思いますね。ちょっとじゃあ一緒にやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。なんでもかんでもみんな、こんな感じになります。体を4つでこう揺らすね。はい。やってみてください。8ビートのチャで曲ができるようになると、すごくこうドライブ感たっぷりで、こう、ほんと、ふんわりね、こう、なんていうのかな、心地よい、ビート、グルーブの中でこう歌えるというのがいいと思います。歌中心ですよ。ここ忘れないでね、リズムにね、いくら上手になっても、やっぱその上に乗っかるね、やっぱもう、中身がやっぱり、伝えたいことですから、ぜひ皆さん、そのバランスを取りながら、どんどん楽しく音楽やっていきましょう。そして、この今進めてるプログラム、初心者レッスン動画プロジェクトから始まって、今中級になってますけど、この一連の並びのそのページをここに貼っときますんで、これからもどん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 このページを軸に、だんだんレベルアップしていってください。さあ、じゃあガズレレのお知らせをしたいと思います。この使ってるウクレレ、これはガズがプロデュースしている、ガズのわがままウクレレ、わがままを通しまくったウクレレということで、オールタンバン、オールハンドメイドで、一本ずつ作られてるベトナム製のウクレレなんです。これも販売しております。あとはですね、ドン、ガズレレ初のアプリがリリースされました。こちらもですね、もう本当にね、いい機能が満載、これからもどんどん増えていくんですけど、ひとまずね、スマホやタブレットに落としといてください。で、ちょっと眺めてみながらですね、もう相当なダウンロード数をいただいてるんですけど、まだまだこれもね、どん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 こう、付加価値がついていくんで、お楽しみにしといてください。あとはですね、いつもご紹介してるんですけど、このガズが書いている本、楽譜の本ですね。はい、こっちは100曲、こっち50曲だって。それを、もう人気曲もすごい簡単に弾けるというやつ、
ことでこれが売れてるんですけど、この中の最初の方にも、リズムレッスンとかでこれ8ビートとかこういうページもありますんで、この本でも確認できる。さっきのガズレレシピアプリでもそういうことやってますけど、まあこの本とにかくもう今ね4万部も売れてらっしゃるということで、もう本当ありがとうございます。この本がなぜ売れてるかというと、簡単、楽しい、楽だからです。はい。ご活用ください。すべてのこんなことの最新情報、このガズレレ.comホームページに出てるリンク、ここにホームページのリンク貼っておくんですけど、ここ見てくれたらガズレレのことも本当まるっとわかるんで、ぜひお気に入りブックマークに登録していただいて、まあ毎日チェックしていただいてもいいと思います。まあ私ブログも書いてるし、そこでいろいろわかることも多いので、ぜひホームページ見てください。そこは曲選んだりもできるわけですから、はい。よろしくお願いします。じゃあこれからもどんどんリズムとか音楽もさらに楽しみを深めていきましょう。本日はこちらで終わりになります。ありがとうございました。さよなら。